メイです。レイラです。スリです。ユナです。ユズハです。マリアです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで、こんにちは。今日はですね、スリちゃんの卒業式をしていきたいと思います。というのは冗談で、みたいな感じで、セリちゃんの卒業を延期したいと思いますみたいなコールがあったら嬉しいなって思います。ないです。ないです。ないです。ということなんで卒業式を今日はね、はい、しなければならないということですので、はい、早速始めさせていただきたいかなと思います。お願いします。それではどうぞ。セリちゃんへ卒業おめでとうございます。セリちゃんとはあんまり一緒に撮影できなかったけど、セリちゃんは会う時にいつも可愛くて面白くてダンスも上手くてかっこよくてすごい大好きです。セリちゃんとはもっと一緒に撮影したかったし、撮影以外でももっともっと話をしたりしてたくさん思い出を作りたかったです。卒業するって聞いた時はびっくりしたし悲しいと思ったけど、俺はセリちゃんの夢をずっと応援しています。これからも夢に向かって頑張ってください。改めて卒業おめでとうございます。ありがとうございます。マリアちゃんへ。マリアちゃんとは本当に短い期間で撮影も何回かしか一緒にできなかったけど、いつも礼儀正しくて水曜にしっかりしているのに美人で可愛くて癒しでした。新メンバーとして入ってきてくれて最初は可愛いイメージだったけど、面白い一面とか意外な一面があってびっくりしました。そんなマリアちゃんともっとお話ししたかったし仲良くなりたかったけど、スリはもう卒業しちゃうので本当に寂しいです。でもこれからもずっとマリアちゃんのことを応援しているので、マリアちゃんらしく頑張ってください。今までありがとう。大好きだよ。スリ。よい。セリちゃんへ。セリちゃんは初めて会った時から優しく接してくれ、お姉ちゃんみたいな存在でした。撮影があまり被らなかったけど、会った時は笑わせてくれたり、好きな人の話をしてすごい盛り上がるのが本当に楽しかったです。これから会うことが少なくなっちゃうけど、忙しくない時とかピンクルティンズ来てね。ゆずはセリちゃんが夢に向かって一生懸命頑張ってるのを応援してるし、私ももっと夢に向かっていろいろ挑戦したり、いろいろなことをもっと頑張ろうと改めて思いました。本当はすごくすごく寂しいけど、今日は笑顔で見送るね。短い会ったけど、本当に楽しかったです。これからも頑張ってください。ゆずはより。ありがとうございます。ゆずはちゃんへ。初めて会った時から明るくて、いつもニコニコ笑顔のゆずはちゃん。みんなの妹的存在でいつも癒されてました。最年少で初めてのことや不安なこといっぱいあったと思うし、これから先も大変なことがあるかもしれないけど、ゆずはちゃんらしく頑張ってね。ゆずはちゃんがいるとこの空気が明るくなります。だからこれからもたくさんの人に笑顔を届けてください。ずっと応援しています。今までありがとう。大好きだよ。すりより。ありがとう。ありがとう。セリちゃんへ、卒業おめでとう。一足先に卒業ということで、とても寂しい気持ちにいっぱいです。約1年半という月日はとても長いようであっという間だったね。毎回セリちゃんの撮影はお腹が痛くなるほど笑わせてもらったし、たくさんお話ししたね。物おじすることなく、いろんなことにチャレンジしてきて、しっかりやるところは切り替えのできるセリちゃんには、たくさんパワーをもらったよ。いつだって夢に向かって努力して、頑張っている面白くて優しいセリちゃんのことがこれからも大好き。卒業しても仲良くしてね。そしてディズニーとかユニバとかいつか行きたいねって話してたところにも行こうね。これからも夢に向かって頑張るセリちゃんのことを応援してるよ。頑張ってね。ありがとう。メイちゃんへ。メイちゃんとピンクラテ TV に一緒に入れることになっていろんなことがあったけど、いつも仲良くしてくれて笑かしてくれて本当にありがとう。メイちゃんといると本当に楽しいし、メイちゃんが年下なのを忘れるくらい笑ってるけど、
時には相談乗ってくれたり、撮影がなくても連絡取ってくれてすごい支えになってました。ありがとう。めいちゃんのおかげで毎回の撮影が本当に楽しかったよ。ノリが良くて面白いけど意外としっかり者で笑いがよく見えているめいちゃん、そんなめいちゃんの面白い話と豪快な笑い声が聞こえなくなるなんて本当に寂しいよ。セリが卒業しても変わらず仲良くしてね。それとめいちゃんはすぐに一人で溜め込むからいつでも相談してね。これからいろんなことがあると思うけど無理せずめいちゃんらしく頑張ってください。今までありがとう。大好きだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。シリちゃんへ突然の卒業報告にとてもびっくりしました。シリちゃんはいつも優しくて周りをよく見ていて、たまに気を使いすぎちゃうこともあったけど、そのところも大好きです。シリちゃんとはダンスの企画だったり2人で語り合ったりしたことが一番の思い出です。これからすごく大変だと思うけど、応援してくれる人がたくさんいるから、しりちゃんらしく無理せず頑張ってね。改めて卒業おめでとう。努力家のしりちゃん、応援してるよ。困ったことがあったら気軽に相談してね。またいつか一緒にダンスしよう。レイラより。ありがとうございます。レイラちゃんへ。しりがピンク TV に新メンバーとして入って、すごく緊張してた時に、優しくお話ししてくれたのを覚えてます。レイラちゃんはいつも優しくて可愛くて、同い年に見えないくらい大人っぽいのにしっかりしていて本当に尊敬しています。小さいことでも大爆笑してくれて、そこが浅いレイラちゃんだけど、いつも話を聞いてくれてすごい助けられていました。ありがとうございました。同い年のゆなちゃんとレイラちゃんより先に卒業することになって寂しいけど、セリも頑張るのでレイラちゃんも頑張ってください。ずっと応援しています。今までありがとうございました。大好きです。ありがとうございま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 す。セリちゃんへ、まずは卒業おめでとう。そしてお疲れ様でした。よく言えばもっと一緒に撮影がしたかったし、一緒に卒業したかったです。コロナ禍での加入でなかなか同じ日の撮影がなくて、たくさん思い出が作れなかったのが悔しいです。かっこよくて可愛いのに話がすっごく面白くて、撮影前に腹筋が割れちゃうくらい笑いました。夢に向かって一生懸命に頑張るセリちゃんを見ていると、私もすごく刺激をもらえてもっと頑張ろうって思います。自分の芯を持っていて突き進んでいくセリちゃん、これからもセリちゃんらしく夢に向かって頑張ってね。大好きだよ。ゆなより。ゆなちゃんへ、同い年なのにリーダーシップがあってみんなをリードしてくれてしっかりしているゆなちゃん、本当に助けられたし感謝しています。撮影の休憩時間には面白い話をしてくれて、いつも笑わせてくれました。ゆなちゃんがいるとあの空気が明るくなったし、いつもみんなを楽しませてくれました。努力家で人一倍ピンガード TV のことを考えて動いてくれて本当にすごいなって思います。ゆなちゃんとレイラちゃんより先に卒業することになって寂しいけど、それもゆなちゃんみたいになれるように頑張ります。これからもゆなちゃんらしく頑張ってください。ずっと応援しています。今までありがとうございました。大好きです。ありがとうございます。ティーズの皆さんへ、突然の報告になってしまったのですが、今まで本当にありがとうございました。フィティーズの皆さんには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。セリが新メンバーとして入ってから今までいろんな SNS で応援してくれて、コメントや DM など全部が本当に嬉しかったし、すごく励みになっていました。今までいろんなことがあったけど、フィティーズの皆さんのおかげでここまで来ることができました。ピンクラテ TV で過ごした時間はあっという間だったけど、セリにとってかけがえのない時間でした。卒業発表をした時にみんながくれたメッセージを見て、改めてたくさんの人に応援してもらっているんだなと実感したし、もっと頑張ろうって思いました。ピンクラテ TV を卒業するのは本当に寂しいけど、今までたくさん支えてもらったので、セリももっともっと努力して成長して夢を叶えて皆さんに恩返しをできるように頑張ります。これでセリはピンクラテ TV を卒業しますが、変わらずピンクラテ TV とみんなの応援をよろしくお願いします。セリはこれからピチーズとしてピンクラテ TV を応援します。今まで本当にありがとうございました。ピチーズの皆さんが大好きです。セリより。ありがとうございます。
ということで、私たちからスリちゃんへ、スリちゃんから私たちに、スリちゃんからプティの皆さんに手紙を読んだんですけど、これで卒業っていうのがあんまりね、突然のことだったので実感がないんですけど、これで終わりたくないので、なんか締めたくないです。私は皆さんからなんか伸ばしてください。じゃあ最後にスリちゃんから一言お願いします。すごいあっという間だったんですけど、本当にすごい楽しかったし、大変なこともあったけど、みんながいつも支えてくれたからここまで来れました。本当にありがとうございました。でもセリは卒業するけど、ずっとピンカーでティービーのことを応援してください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもピンカーでTV っていう場所ではないんですけど、夢に向かってすごいセリちゃんも一生懸命、現在進行形ですけど頑張っているので、セリちゃん自身の応援もしましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知もよろしくお願いします。バイバーイ。